マコノコチャンネルです。初見でハード108話烈火の大地やっていきましょう。敵ロボット接近。さてまず周囲の仲間合流して、バトルシステム再起動、ゴーン2再起動。ここウィングダイバー仲間にもなって結構いるな、この辺りで。今回は一回やり直しというかクリアしたんですけど、取り直しという形になってます。音声がね取れてなかったんですよね。で今ちょっと仲間にするの遅れたな。上先行きたいような気もするけど下側から、まあでもその時もまあ大体20分でクリアができたので、そこまでは難しくないのかなとは思うけど、まあ果たしてどうなのか。でクリアした時の武器はねそのまま持ってきてます。これは一発の弾の威力がすごく高いやつだから、自分でポチポチとボタンを押さないといけない武器なのでめんどくさい。おっと大丈夫かこれ、もう味方になんとか任せたいが、まず足のやつだけでも倒したい。あー悪魔も来てるな。我々は別に引いていけばいいだけなんだけど、あのロボットはどういう扱いになるか。これは倒せるか、しか結構威力あるん で遠くに行っても威力が減衰しないというねものなので、まあ、今倒しではないか。射程距離もかなり長く使い勝手がいい、最後の方まで使えるカードだよね。だがこれは当たってるか、当たってるような気がするけど、ダメだな、手前の足に当たってた。なんとか味方の、あでも味方これね強いんですよね結構、なのであまり味方今ダメージ大きく減ってるというのは見かけられない。まあでも回復アイテムは取りたい。この辺りの敵も一気に倒すことができる。これ上今一体早く倒す。このエリアを消すためにどうなんだろうな。味方うわー超飛ばされた。これで一気に倒せるんじゃない。確かいくつぐらいだったかな。よし倒した。100遠くても160とかそのあたりの威力が出る、確かそんな感じだったような気がします。ちょっとこっち側倒した。倒したな。うわ団子も切る。ちょっと待ってくれよ、回復アイテムを取りたいけれども、どこだどこだ見えんな。いやこっちで撃っていかないとダメか。結構もう最後の方までね、上の方にある空中の敵も倒しやすいので射程距離が長いから。なのでまだか、倒してないけれどもあと少し、はい倒した。でも周囲も一服。結構こういう上の敵でもあっさりと倒せそうになる。見えてないな。有力型の敵が来る前にと思ったけど、よし倒した。これはそうか、でかいやつか。でそろそろでかいやつだな。アリじゃない蜂だから、こういうのもね結構早く倒せる武器なんでありがたいですよね。まあめんどくさいけどね、やっぱり地球防衛軍というとね、もう大音で撃ってくれるのが、あこれアイテムもすべて出尽くしかって言っとしたら、こちらニューヨークブルックリン、今アイテム落とさなかったように見えた。ジョエルが発送している。このエリアの兵士は全滅した。現在倒された。隠れ家に200人が身を潜めている。ほとんどが老人と子供だ。食料と水の備蓄も減ってきた。なんとか、あと何やられた今。救援も求めているわけではない。あちょっと待ってくれ、これ戦う、この
強いのは倒したい。軍事訓練を始めた。我々はここで戦う。それ今食われてる味方いたな。回復アイテムはブルックリン。そろそろ以上だ。欲しい。大変です。上空のナンバーイレブンがテレポーションアンカーを投下。さあ終わった。あー誰か食われてる。あーそしてテレポーションアンカー、あいつは助けたいけど無理か。これ遠くても届いてなお勝つの。うわーでも指が痛いんでね。よし倒した。早くも多分次こっちいいのか。届いてない。いやいやこんな目目の前にいる。あーちょっと味方の耐久が本当に厳しくなってるな。ちょっと味方のために回復アイテム取るのを優先しよう。いやまあ自動でねこれもう一旦クリアしてしまってるんで、まあこの後の展開が読めてしまってるというか、あのまあこの面をクリアじゃなくて、まあゲームね自体クリアした後にね取り直しをやってるんで、で次のマップも自動と取り直し。なぜかねちょっとついゆっかりボタンをね押してしまって、あーっとちょっと見えてない見えてない。これかこれのせいか。倒しきれてないし断末魔も聞こえているが、ちょっと待ってくれよ。こんなところでやり直しは嫌だぞ。ちょっとめっちゃ倒したか。あるいはあとは目の前のこいつさえ倒してしまえばといったところ。いやーよかったよかった。なんかね変なボタンを押してしまってコメントが出ないという。ああちょっと待ってくれ。まだいるのかあんな強いのが。これ結構辛いな。結構味方倒されてしまったんで、こっち側蜂を、蜂じゃない雲か、雲を出すテレポーションアンカーをとっとと倒したい気がするけれども、この距離、うわー、これ指が痛いのがね、なんてなんでね、この武器、倒した、あれも倒したかな、よっしゃ、一服だ、ちょっと待って、あれ、食われてるな、大丈夫か、大丈夫かというか、もう味方食われた後だと思う。あー危ない。以前これに食われてねゲームオーバーになった記憶があるんで。届いてないな。どこで一番近いのは。いや届いてないな。思いのほか遠いぞ。ちょっとここら辺アイテムだけ取っとこう。もう弱い敵しか出てこないと思うんで、これで味方も一服するでしょう。あ、いやまだいるなこれ。でかいアビが。うわ弾ない弾がない。よーしと、まあしょうがないしょうがない。もうでかいのはいなくなってると思うんで、ならばもうあとは楽じゃなかろうか。まあだからこれ後ろに引いてばかりいてもね始まらんので前行こう。どっちが近い。いや雲いるか。あれ違うよね、もう倒した後でね。あちょっと待ってくれちょっと待ってくれ。あれ当たり判定まだあるぞ。これ倒していかないと。いやこんな難しいマップだったのか。まあ20分でクリアできて1回はやり直しは多分入ってるはずなんで、まあそれでもクリアは問題なくできて。ちょ邪魔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 、こっちでいいや。こっちが蜂っぽいか。いや蜂じゃない雲だった。このね今持ってるミサイルもあともう1段階ぐらいは強くなりそうなんだけど、ちょっともう腰が増えないこのマップだと。
もっと前のマップでアイテム稼ぎをやんないと。本当今後のねダウンロードコンテンツのためにねちょっと ME4 ML ごとだけは最高段階まで持っていきたいなとかね考えてはいるんだけれども、わー指痛い指痛い、まだか、まだかまだか、硬いなこれ、よしと思ったけど、あれこれでかいアリ、ひょっとしてでかいな、ここまで近づけば一発で多分300ぐらいのダメージ与えられてるはず、終わりかな、まあこれ以上相手の稼ぎとかやっちゃうとねバランス崩れそうなんで、まああっさり終わらせてしまいましょう。さて武器だけでも少し回収したいが、あとは味方が勝手に倒してくれると思います。ちょっと待ってくれよ、これはでかいのがいるってことか、いや違うな。というわけで問題なく一発でクリア、まあやり直しもあるからね、クリアできて当然といえば当然だけれども、そしていくつかロケットランチャーもあんまり使わないからね、ミサイルランチャーもレベル上がってない、アサルトライフルやミニオンブラストが上がった程度かな、とこんな感じでアイテム手に入って、まあ無事108はクリアとなりました。まあねもうその先ちょっと見えちゃいけないものまで今見えてしまったんで、もう隠しておきましょう。というわけでまた次回ご覧いただけたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。